はい、どうも PM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。今回はね、前回、当てました、銀時さんを、神化させたので、どうせならね、ワクワクの実をね食べさせたいと思って、今火の神殿に来ております。火の、時の間の神殿に来ておりますので、ちょっとやりたいと思います。時の間はね、あんまり得くないんですけど、まあまあ、スピクリと、濃紺、あと、まあ、もろもろやると、結構実がね、落ちやすいので、来てみました。どんな感じだったかな？久しぶりにやるので、僕もあれなんですけど。まあ、とりあえずね、地雷が出てくるので、とりあえず地雷回収できる人、もしくは飛行タイプ持っているメンバーで固めておきましょう。まあクエストの解説をするとそんな感じですね。で、重力バリア出てるんですけれども、まあなくても大丈夫かなと。ダメージオールでも大丈夫です。はい、結構あれですね、 SS じゃない、友情強いですね。銀時さん爆発するのか。はい、ここからもう行きますよ。あらーす、あれ銀時さんって重力バリアじゃなかったっけ。なんで今重点あったんだ。ダメージオールか、銀時さんってダメージオールだ。そういや忘れておりました。はい、まあまあまあ大丈夫でしょう。友情がなんか上下の確か爆弾なんで、よいしょ、まあロミオにね当てていけば、いいんじゃないかなと思います。よいしょ、まあ逆に止まるから配置取りはしやすいですね。でここに止まってくれればもうあとは友情、今回、そうですね、落ちてほしいのは、まあ、なんだろう。友情コンボかな。スペック的になんか友情がいいよね。まあ、基本的になんか、友情を上げればなんとかなるっていう、ね。そんな感じがしますけれども。まあまあ、とりあえずね、特 M でもいいので、食べさせることに意味がある。ちょっと毒ってるね。まあ、ここちょっと銀時さんがねダメージオールなので、重力バリア持ってないのでちょっと下りますけれども、次が、あーやばいな、ちょっと地雷当たるっぽいんでここに抜けます。はい、ちょっとね、左側のね、地雷があと1ターンで爆発するとこだったんで、なんとか抜けられました。次は緑ゲージだったかな。よいしょ、これは、削りの、OK。あー、攻撃力ダウンしてくるんだね。いやらしい敵ですね。はい、こんな感じですね。ちょっとドラゴンのね、レチリさんがちょっと痛いので、攻撃が。早めに倒せるといいんですけれど、ちょっとこのメンツだときついかな。ハートを取りたいですね。はい、OK。まあ、SS 全然溜まってないんですけど、まあ、とりあえずいいでしょう。最終ステージまでとりあえず行きましょう。で、まあ、最終ステージで少し溜めていけばいいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、時の間あんまり得くないんでね。はい。本来だと、違うメンツで来るんですけれども、まあ、今回これで来ました。あえてね。弱点。とはいえ、減速するんで、あんまり弱点叩けないんですけど。え、まあ、攻撃力ダウンをしてきますね。まあとりあえず右側に貼っときゃなんとかなるでしょう。はい、OK。
結構長いんでね、サラスバさんの。サラスバ。僕はサラスバって呼んでます。はい、これはここからでいいかな。倒せないんかい。まあ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 。まあまあまあ。ちょっと重力バリアで、ちょっと減速しちゃうけど、あっち行く。OK。で、銀時さんの SS 使えるかな？なんだっけ？行きましょう。とりあえず打とう。美しく最後を飾り付ける暇があるから、最後は美しく生きようじゃねえか。これね、まあ、重力バリアでちょっと減速しちゃったのがいけないんですけど、多分ダメージウォールクエストだったら多分いけたと思います。とりあえずね、スピクリということで、ボスドロップは銀ですね。まあ、とりあえずクリア報酬でね、金が1個でも出てくれると嬉しいんですけど、動画的にも嬉しい。どうだ。で、まあ銀ですね。まあ基本的に銀しか出ないんですよね。まあまあ銀でもね、葉っぱついてる銀は、実はなかなか使えると思ったけど、そんなに使えないですね。とりあえず、激種絆過激、一級 M でいきましょうかね。まあ、本来だったら、特急の、身を食べさせたいんですけど、出なかったのでね、まあしゃあないですね。しばらくこんな感じで、神殿回りたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またね。